私の名前は水木。医療ソーシャルワーカーの夫と小学2年生の娘千秋。そして保護猫カフェからやってきた猫のニニャマルと暮らしている平凡な第二子妊娠中の兼業主婦だよ。今日は猫友のところに遊びに行く予定だったんだけど、猫友の家の前で近所のママさんが大騒ぎしていたんだ。ちょっと水木さん、さっき見かけたよ。なんで私のこと助けてくれなかったの？意味不明なんだけど。ああもう人間に優しくできないなんて最低ね。かなこさん、さっきめぐみさんの家の前で騒いでたよね。そうよ、ほらやっぱり見てたんじゃない。見てたのに逃げるなんて最低。そりゃ逃げるでしょ、ギャースギャース騒いでるんだもの。てか何があったの？めぐみよめぐみ、あの女のせいよ。いやそれだけじゃ意味がわからないんだけど。あの女の飼ってた犬に噛まれたの。私病院に行ったの。なのに治療費払ってって言ったら帰れって言われたのよ。私ああいう責任感のない人間が大嫌い。本当にどうしてくれるのよ。私シングルマザーなのに。私に何かあったらあの女に1億くらい払わせてやるんだから。ん？あのさ、めぐみさんは犬飼ってないよ。飼ってるのは猫でしょ。いいえ飼ってます。だってあの人のところの庭にいたんだから。野良犬とか他の人の犬が入り込んでたとかじゃなくて？だったとしても敷地内で噛まれたんだから数百万くらいの慰謝料は払うべきでしょ。あのさ、なんでめぐみさんの家の庭にいたの？え？めぐみさんは人見知りなところがあるからめったに人を家に入れないよ。しかも庭もこだわって作ってるし、庭の方に行かれるのをすごく嫌がる人なんだけど、塀だってあるしね。私は特別なの？知らないの？私たち親友なの。でもね、今回みたいなことがあるならもう友達じゃいられないかも。そうしたらあの地味な人ぼっちになっちゃうね。いやいや、めぐみさんはあんたのこと大嫌いだから。こいつ勝手に入り込んだのかな。あ、そういえばめぐみさんの家にはカメラがあるじゃん。カメラ？そう、めぐみさん本当に庭を大切にしていてすごく綺麗だから、前も近所のママさんが勝手に入り込んでさ、花を盗んでいったことがあったんだよね。その時に監視カメラをつけたはずだから、映像をチェックすればいいんだよ。そうすれば、どこの犬なのかわかるんじゃないの？別にそこまでしなくていいわよ。なんで？めぐみさんに治療費請求したいんだよね。それに、もしかなこさんが噛まれている映像が入っていれば、ちゃんと証拠になるじゃん。よかったね。私の勘違いかも。勘違い？そうそう、めぐみさんの庭で噛まれたんじゃなくて、めぐみさんの家の前で噛まれたんだわ。おおほほほ。ま、そういうことだから今回は許してあげる。じゃあねー。かなこさんは、ここらじゃ当たり屋かなこと言われているママさんだよ。半年くらい前に離婚して旦那さんが出て行ったんだけど、もともと非常識だった彼女は離婚した後さらにレベルアップ。人にぶつかっていって治療費をよこせと大騒ぎするので、みんな困っていたんだよね。何よりお子さんがかわいそうだし。そんなかなこさん、その後もめぐみさんに執着していたんだ。めぐみさんはとても綺麗な家に住んでいて、旦那さんは超イケメン。それでいてめぐみさん自身は気が弱いっていうのが、かなこさんからしたら絶好のターゲットになっちゃったんだと思う。せっせとめぐみさん家の周りを徘徊し、ついにはめぐみさんの旦那さんを略奪してしまったんだよ。みずきさん、ハロー。ねえ、私来週結婚式するの。みずきさんはご近所さんだし来てくれるよね。あなた恥ずかしくないの？何が？近所の家庭を壊しておいて恥ずかしいと思わないの？お子さんだって苦労したでしょ。うちの子は結局父親のところに行っちゃったのよ。せっかく養育費のために引き取ったのにね。ま、今幸せだし。それに彼の子供が欲しいから、前の子はいらない。いい家とイケメンな男を手に入れたし、地味な元妻にも感謝ね。年収2000万の医者と結婚できるなんて最高よ。無職の旦那さんとお幸せに。え？やだ、何？それ嫉妬？ま、水木さんの旦那さんって、確か医療ソーシャルワーカーだもんね。そりゃ同じ病院で働いてても、医者とは給料が違いすぎるか。私の方が勝ち組になっちゃって、ごめんね。いやいや、確かに私の夫は医療ソーシャルワーカーだよ。でも、かなこさんが再婚したその男性は無職だし。だって、彼を略奪する前に言ってたのよ。
うちの世帯年収は約2000万。医者って儲かるよなーって。本物のお医者様だったら、儲かるよなーなんて言い方しないと思うけど、リスクも高い仕事だし。というか、世帯年収とはよく言ったもんだね。そりゃ世帯年収だわ。めぐみさんが年収2000万で、元旦那さんは0円。うん。間違いなく世帯年収2000万だね。いやー、正直めぐみさんよりも、かなこさんにお似合いの男性だと思う。お幸せにね。めぐみさんが年収2000万?まだわからない?お医者様なのはめぐみさんの方だよ。元旦那さん。今あなたの旦那さんになった人は、ただの無職。というか、しばらくめぐみさん家の周りをうろうろしてたのに、なんでわからないの?だって、彼は毎日のようにメディカルビルに入っていったんだから!そういう気持ち悪い嘘つかないでよね!ああ、メディカルビルって、駅前の T 字路のところにあるやつでしょ?下の方の階に病院が入ってて、上がマンションになってるやつ。そう、それ!彼、きっとそこのお医者様なのよ!だいたいめぐみさんみたいなぼーっとした人間が医師とか無理でしょ?あのマンションに彼の元カノが住んでるみたいだね。え?すごいよね。紐のくせに他に女作るとは。いや、むしろめぐみさんと結婚する前から、その元カノというか、現カノと繋がってたんだろうね。何それ知らない。かなこさんも気をつけた方がいいよ。何に?あなたの旦那さんは相当やり手だってこと。何よそれ!水木とめぐみのライン。やだ、おかしい。かなこさん、本当に分かってなかったんだね。まあ、私もそう勘違いさせるような行動をとってたんだけど。だって、やっとあの男と別れられるチャンスだと思ったんだもの。めぐみさんも本当に大変だったよね。私、ずっと勉強ばかりで男性と恋愛なんかしたことなくて、医師になってからも周りと自分を見比べて結構しんどかったんだよね。そんな時に、出入りの清掃業者として入ってきた彼がすごく気さくで、いろいろ話聞いてもらえて楽しくて、あの人にとっては、田舎から出てきたうぶな小娘なんて騙すの簡単だっただろうね。これからは苦労した分幸せになるよ。重い紐が切れたんだもの。本当にその通りね。手に職あってよかったわ。新天地でもすぐに仕事が見つかったし、手に職どころのレベルじゃないけどね。でも、めぐみさんやお子さん、猫ちゃんたちに会えなくなったのはちょっと寂しいな。あのね、あの家にはうちの遠縁の家族が住むことになったの。その家も猫好きでね、猫7匹と引っ越してくるんだ。だから、もし水木さんと気が合うようだったら、ぜひ猫友になってあげてね。そうなんだ。猫7匹か。それはそれで楽しみだけど、大丈夫なの?かなこさんとか、元旦那さんが乗り込んでくるかも。それは大丈夫。全員警察関係のお仕事だからね。なるほど。どこへ行っても幸せになろうとすればなれると思う。新しい家でも素敵なお庭を作ってみせるよ。私としては少し寂しいんだけどね。めぐみさんとお子さんは飛行機の距離へ引っ越していったよ。もちろん猫も一緒にね。寂しいけどこれでいいんだと思う。さて、かなこさんの方はというと。もうどうなってるのよ。あの綺麗な家に引っ越せると思ったのに、無理やり乗っ取ってやろうと思ったら引っ越してくるの警察だって言うじゃん。無理やり乗っ取ってやろうっていうのがおかしいでしょう。だって広くて綺麗な家で暮らせるのが楽しみだって言ったのよ。そうしたら僕も楽しみだよって言ってたのに。私もあいつが金持ちだって思ってた。僕も騙されたって。ふざけんじゃないわよ。まあ、かなこさん全身ブランドだもんね。パチモンだけど。パチモン?そんなわけないでしょ。いや、みんな知ってるよ。チャネルやらクッチどころか、クッチョって何?かなこさんの咀嚼音じゃないんだから。ああ、もう、こうなったのは、水木さんのせいでもあるでしょ。いや、どこが?どこかわからないけど。大体、好きで結婚したんでしょ?よかったじゃん。確かに無職だけど、イケメンはイケメンだし、略奪するほど欲しかったんだし、かなこさんが働けば?無理よ、無理。あいつ、私の家に転がり込んできたのよ。どうせならその元カノやらのところに行けばいいのに。多分、今は動かないだろうね。だって、ようやく新しい帰省先を見つけたんだし、有責になるような証拠は見せないんじゃない？私はパート主婦なの。生活ギリギリなの。でもあの人、かなりやり手の紐でし
いずれかなこさんに仕事持ってくるんじゃない？ひぃ！まともに働ける仕事だといいね。いやよいやよいやよ！その後、かなこさんは逃げようとしたんだけど旦那さんに捕まってね。彼女は見た目は若く見えるから、どこか底辺のやばい店で働かされている。っていう話だったんだけど、この話には続きがあるんだよ。実は旦那さんの方も怪しい船に乗せられているんだ。というのも、マンションの高層階に住んでいる元カノは、この男性が結婚していることを知らなかったんだよ。完全に騙されていたことを知ったこの元カノさん、どうも怪しいところとちょっと付き合いのある女性だったらしく、あの男を怪しい船に乗せてしまったってわけ。たくさんの女性を不幸にしてきた男みたいだし、ま、魚の餌にならないといいね。魚だって迷惑でしょ。さーて、にゃにゃまるもご飯にしようか。あれ、なんか拗ねてる？あ、今日ご近所さんが引っ越しの挨拶に来たから、他の猫の匂いがついてるのか。よしよし、大丈夫だよ。甘えん坊さんだね。最後まで見ていただいてありがとうございました。チャンネル登録、高評価をお願いします。それでは次回の動画でまたお会いしましょう。